セイミカイル教会にあるビルヘルム二世の墓ビルヘルム二世はリューネブルク公。ビルヘルム二世はブラウンシュバイクリューネブルク公を夫二世とマティルデ・フォン・バイエルンとの間の四子として1300年頃に生まれた。父夫二世は自らの死後、領地が分割相続されることを望んでいたが、1330年の父の死後に領地は分割されず、ビルヘルムは アニオット三世と共同統治をした。兄弟の統治の初期における主な関心事は広告の領地の統合であった。ファラースレーベン、パペンハイム伯領及びベットマースハーゲン伯領を手に入れたことで、ビルヘルムラはギーフホルン周辺地域の領地を拡大させることができた。また他に経済的振興都市の政治的支援も行った。特に、 リューネブルクの貿易については、イルメナウ川をリューネブルクとユルツェンの間で航行、可能にし、リューネブルク綱領とザクセンラウエンブルク綱領の間で経済協定を結ぶことで利益を得た。1352年の兄夫を3世の死後、ビルヘルムはリューネブルクの継承について関心を向けるようになった。兄の息子は創生しており、ビルヘルムも相続権を持たない娘しかいなかったため、 ビルヘルムは自身の継承者として娘エリーザベトの息子アルブレヒト三世を選んだ。しかし、ビルヘルムはすでに皇帝カール四世に孫への領地の継承について求めていたものの、その後、アルブレヒトの父方のおじベンツェル及びルドルフの影響力を恐れこれを撤回した。撤回した他の理由として1235年のブラウンシュバイクリューネブルクにおける 女人権契約と、ブラウンシュバイク系ベルフケとビルヘルムの父夫を2世が締結した相続契約があり、それによると、ブラウンシュバイク・リューネブルク家全体で男子相続人がいる限り、公領はその男子相続人が継承しなければならないとされていた。そこでビルヘルムは自身の子孫にリューネブルク公領を継承させるため、次女、マティルデオ・ボルフェンビュッテル公家の ルートビヒホン・ブラウン・シュバイク・リューネブルクと結婚させた。このことは、リューネブルク公領の継承者は、ボルフェン・ビュッテル公領の継承者ともなり、分割相続されていた、ブラウン・シュバイク・リューネブルク公領が再び、この継承者のもとに再統合されることを意味した。しかし、このような状況にもかかわらず、皇帝カール4世は、アルブレヒト3世と2人のおじえの相続を認め、このことが、 ビルヘルムの死後に勃発したリューネブルク継承戦争の原因となった。ビルヘルムの命で兄夫を3世の娘マティルデの存在により新たな問題が起こった。マティルデの夫、バルデック博夫2世も継承権を主張したのである。帝国裁判所はバルデック博夫を2世に広告の半分の価値に相当する10万マルクを支払うことを決定した。 しかしビルヘルムが支払いを拒否したため、最初に帝国赤時計が課され、別の朝廷も試みられたが、うまくいかず、皇帝夫を四世は民伝司教に、これを実行させるよう命じたが、最終的に支払いが行われたかは不明である。最終的にビルヘルムは、娘婿で、ボルフェンビュッテル皇家の継承者であった、ルートビヒの死後、その2位ボルフェンビュッテル皇。 マグノス2世を継承者に指名し、死に際してマグノス2世にリューネブルク公領を継承させた。ビルヘルムは1369年11月23日にリューネブルクで死去し、セイミカイル教会に埋葬された。ビルヘルムは4度結婚し、そのうち最初の2人の妻からそれぞれ娘を設けた。最初に結婚したヘイトビヒホン・ラーフェンスベルクとの間に一条を設けた。 二度目に結婚したマリーとの間に一条を設けた。1346年に、ゾフィー・フォン・アンハルト・ベルンブルクと三度目の結婚を、1363年に、アグネス・フォン・ザクセン・ラウェンブルクと四度目の結婚をした。ありがとうございます。